はい、どうも、こんにちは。けけんチャンネルです。はい、今回もけけんの楽天モバイル、楽天アンリミット情報をお伝えしてまいります。前回のね、僕動画でね、ちょっとヘマやらかしまして、ドコモの、まあ今まで使っていた、まあドコモ版っていうのかな、ドコモで購入したギャラクシーノート8に、MNP の手続きしまして、で、楽天の SIM を入れてみたら、あれ？SIM ロック解除コードお願いしますってなってて、ああ、そうだったーと思ってね、SIM ロック解除してなかったーということで、とりあえずここに、まあ、ギャラクシーノートですね、ありますけど、これを SIM ロック解除していきたいと思いますというか、もうすでに手続きはやっておりますんで、ちょっとね、説明だけしていきたいと思います。もし、僕みたいに MNP で、楽天モバイルに行かれる方ですね。で、まあ、一応楽天モバイルさんも、自社で販売している楽天モバイルの対応端末を用意されるか、まあ、それともその、まあ、対応端末じゃなくても、その、まあ、SIM フリー端末をご用意くださいみたいなね、そういうような、ことをお話っていうかね、そういうふうなこと書いてあるんだけど、まあ、僕みたいに、SIM フリーになってないやつね。ドコモだけじゃなくてね、au、ソフトバンクもそうですけど、まあ SIM フリーになってないやつを SIM フリーにするときに、特に今回はドコモ端末なんでね、ちょっとやり方、おさらいしていきたいと思います。はい、じゃあまずね、ドコモのサイト行きますと、ちょっと僕ね、検索したんですけど、まあ SIM ロック解除ですね、いわゆるね。これね、SIM ロック解除とは、ドコモの携帯電話機に、海外の SIM カードなどを入れ替えて使用したい場合や、国内で他社の SIM カードなどを入れ替えて使用したい場合に必要な手続きですということですね。はい。で、SIM ロック解除の手続きは、受付条件を満たしている場合、無料で Web にてお手続きできますと。で、SIM ロックの解除の受付条件をご案内、しますということで、例えば契約者ご本人の購入履歴があるドコモの携帯電話機などの場合は、まあ、ネットワークの利用制限とかね、お任せロックとかロックかかってないことがまず条件で、プラス、購入日から100日ね、経過した機種であることですね。ということが、これが条件であります。はい。で、ただし、以下の場合は100日を経過してない場合でも、即時に SIM ロックの解除の手続きが可能となりますということで、これがね、当該機種改正において過去に SIM ロック解除を行っている。で、そこの受付から100日経過した場合っていうこと。あと、一括払いで購入、まあ、または分割払いで購入されて、その分割支払金、分割払金のご精算をされた場合、まあ、要は、機種代の金額を全部払っている場合ですね。で、または、これは、クレジットカードでも、ね、一括請求っていうかね、お支払い終わった場合ですね。これが、まずは条件ですね。はい。で、それと、2015年5月以降に発売された機種の SIM ロック解除受付条件ということで、2015年の8月以降のものは大丈夫なんだけど、8月以前はもう SIM ロック解除不可ってなってますんでね。これちょっとね、説明が難しいので、まあ、もしよかったらドコモのリンク貼っておきますんでね、よかったら見てみてください。まあ、もう一つね、例えばなんですが、今最近、例えばイオシスとかね、イオシスだったり、もしくは、まあ、ヤフオクとかね、メルカリとか、他人からこう、端末をこう、販売っていうか、まあ、買い取りというかね、譲り受けた場合とかあるじゃないですか。まあ、いわゆる中古端末ですね。それすべて、こう、中古端末っていうふうにくくって、話しますけど、この中古端末販売店で購入した携帯電話機や知人、友人などから譲り受けた携帯電話機などの場合は、これは、まあ、条件として、まあ、ネットワーク利用制限、お任せロックなどのロックがかかってないっていうこと。それと、ドコモの販売店で分割払いで、購入された日から100日経過していないことですね。これがね、条件となっております。で、一応 SIM ロックの解除対応機種っていうのがすごく簡単に書いてあるんだけど、
まあ、これ2015年の5月以降に発売されたSIM ロック解除対応製品ということで、いろいろ書いてあります。あのドコモのスマートフォンにね、いろいろ書いてありますんで、まあ、一応ほとんど全部だと思うんですよね。2015年からね、販売されたやつね。全部ではないんだけど、まあ、ほぼ全部ね。対応機種書いてありますんで、例えばこの iPad とかね、iPad もそうだし、もちろん iPhone もそうだしね、スマホを、ね、Android のスマホも当たり前に入っております。はい。楽々本だって入ってますしね、ね、このキッズ携帯とかもありますしね、で、データ通信製品も入ってます。はい。いろいろあります、これ対応製品ね。はい。というような感じで、で、お手続きに用意いただくものっていうものが、これまあ、SIM ロック解除手続きを行う携帯電話機っていうことですね。はい。で、まあ、あと、解除手数料なんですけど、オンラインでやる分には、0円なんですね。で、窓口が、例えばドコモショップとかね、そういうような、お店でやると3000円かかるので、まあ、基本的にオンラインでやった方がいいと思います。特に、まあ、スマホでもね、何でもできるんだけど、まあ、パソコンが一番わかりやすいかなというふうに思います。はい。まあ、パソコンがなくてもね、スマホでも、スマホ単体でもできるんだけどね。はい。じゃあちょっと、僕もね、もうすでに終わってるんだけどね、やってみますけどというか、それについては、ここ、マイドコモから、ここの中で、これパソコンサイトね。で、ここにある、その他のお手続きはこちらからっていうのがあります。はい。で、ここをクリックすると、まあ、ドコモオンライン手続きっていうのがありますけども、ここから、このカテゴリーから探すっていうやつからですね、もっとこう、一番下その他のかな。その他っていうところに、ここに SIM ロック解除っていうふうに書いてあります。はい。で、まあ、2015年5月1日以降に発売された機種が対象っていうふうになってますけど、まあ、ここを見ます。で、ここで、ご注意、ご確認事項ってことでね、ここでね、2段階認証を行います。はい。これ、要は、セキュリティがね、まあ、結構、頑丈にっていうか、そういうふうになってるので、ここで2段階認証を行いますんでね。ということなんですよ。はい。で、ここは、指定してあるスマホじゃなくて、パソコンのアドレスとかね、まあ、要は、携帯アドレスとか、まあ、もしくは、番号に対してね、携帯の番号に対して SMS 認証を行ったり、メールに、その、連携した番号をですね、解除する番号を送るっていうふうになっております。で、今、ここ、次手って押すけど、僕もすでに終わってるから、もう多分ならないと思うんだけど、一応やるだけやってみようか。で、ただ、ここ今ね、今た、エラーになりましたけど、僕今もうさっきやったので、ならないので、ここから先はちょっと楽天の、よいしょ、ここに、この画面に戻しながら、僕今さっきやってた画面を見ながらやりますけど、まあ、認証終わりました。2段階認証を終わりますと。で、2段階認証のところでは、まあ、セキュリティコードとかね、そういうようなものが、出てきますんで、まあ、認証を終わりますと。認証を終わりますと、ドコモのもう一回サイトに戻ってですね、SIM ロック解除しますかっていうふうなところに、誘導されますんで、そこで SIM ロック解除しますと。で、その状態で、また、賜りましたってなってから、メールが来ます。で、メールで、ちょっと今ね、僕、解除終わった段階なので、解除終わると、これちょっと見せますけど、まあ、今回は、これ解除コードってね、ここ今もう出てますけど、解除コードこうやって、発行されます。僕、今ですね、お手続きを賜りましたと。マイドコモからね、送られてきたやつ。ドコモオンライン手続きからお申し込みいただいたお手続きを賜りましたと。で、お申し込み内容は SIM ロック解除。で、機種が何々。で、製造番号。あ、製造番号を入れなくちゃいけないんですよね。その時にね。で、製造番号が何々何々で、まあ、解除コード。まあ、これから入れるやつですけども、解除コード。で、以下の URL より SIM ロック解除の方法をご確認いただき、SIM ロック解除をご希望される
対象の電話機本体にて解除作業を実施してくださいと。で、本受付をもって解除完了、解除完了では ございませんのでご注意くださいということですね。ちゃんと今からこの解除コードを持って、解除して、それで、完了となりますと。はい。で、お手続き内容については、以下の URL からご確認いただけますということで、まあ、ここにリンクは貼ってあるんですけど、まあ、一応もう簡単にできますので、そこだけちょっと僕もやっていきますね。はい。じゃあ、このままの画面でやっていきますね。はい。楽天のSIMがありますんで、これをまあ、ぶっ刺していくと。まあ、前回、前々回の動画で刺しましたけど、まあ、これ刺していきますと。で、刺しますと、SIM カードを追加で、まあ、再起動となります。よいしょ。再起動します。はい。で、Galaxy。まあ、ドコモなんでね。Galaxy、まあ、ドコモって出ますけどね。で、ドコモ端末なんだけども、これを楽天モバイルの SIM で使うということでですね。うん、まあ、最初にね、P30 ライトとかね、楽天端末、ね、楽天対応端末でやれば、こんなめんどくさいことをしなくていいんですけども、まあ一応ね、僕、思い立ったのでこれでやってみますけど。はい。はい、じゃあこれで、まあ、再起動しましたと。で、ここで、まあ、ロックを解除すると。まあ、ロックを解除します。はい、ロック解除しますと、こうやって SIM ネットワークのロック解除ピンになりますと。はい、じゃあ、ここで、ちょっと僕入れていきますね。まあ、これは、番号ね、今回は、僕だけの番号なんで、皆さんに関係ないのでね、こう、見せても大丈夫だと思いますんで。はい、で、これで、完了っていうふうに。これで完了って押してみます。パチ。あ、で、ロック解除って押せばいいのか。ロック解除。はい。で、ネットワークロック解除に成功しました。で、こういう風になります。はい。はい。ということで、これでやっと、このドコモ端末が SIM ロック解除成功しましたので、ここで見てみます。これ今現状でね、Wi-Fi 切ってある状態です。はい。Wi-Fi 切りました。で、これ今、このバッテンっていうかこういう風になってますね。で、なので一旦ここでちょっと設定から接続でモバイルネットワークでモバイルデータは大丈夫ですね。で、ネットワークモード 4G ですね。で、APN の前に通信事業者ちょっと見てみます。自動選択で一回見てみますね。自動選択で見てみて、どうなるかちょっと見てみます。まあ多分手動選択かな。これは対応端末じゃないからね。自動選択でちょっと見てみますが、ならなかったらね、もう、手動選択で楽天モバイルのトップページにね、APN 設定のものがね、もうリンク貼ってありますんでね、僕以前動画出したから、まあそれに習ってですね、APN 設定してみますね。はい。あ、ならないね。ならない。今ね、SIM ロック解除したばっかなんで、まだ認証されないのかな？どうかな？単純に言うと僕の回線は今まだ楽天モバイルの回線じゃなくてパートナーエリア回線なので、ということは関係ないと思うんですけどね。まあ一応こうやって見てみますけど、ちょっと一旦やめます。はい。じゃあ今度もう一回通信事業者で今度手動選択をやってみます。はい。くるくる。くるくるですね。くるくるだな。すぐにならないね。ちょっと一旦切りますね。はい。じゃあ、もう一度、Wi-Fi、Bluetooth、機内モードにはなってない。はい。じゃあ、モバイルネットワークもう一回やります。じゃあ、今度、APN 設定いきましょうか。はい。じゃあ、APN 設定いきます。APN 設定で、追加。で、アクセスポイント名、ちょっと待ってください。今、ここでですね。今、楽天モバイルの、よいしょ。楽天アンリミット、楽天モバイル、ここ APN 情報についてっていう、ここちょっとね、入れます。はい。じゃあ、ここを今見てみますけども、はい。じゃあ、ここに、ちょっと大きく画面でこうしましょうか。はい。
じゃあ APN 名は、名前と APN 名ね。名前が、まあこれ名前は何でもいいんだけど、まあ、適当に楽天って入れましょうか。名前。APN は楽天 JPN になってますんで、これ楽天 .jp ですね。はい。そして、MCC が440。携帯区2番号ってことか。携帯区2番号が、多分440。MNC は、これは11。はい。そして、APN タイプが、うん、デフォルト SUPLDUN ね。そして、IPN プロトコルが、IPv4、IPv4、IPv6 ですね。で、APN ローミングプロトコルも、これも IPv4、V6。PDP タイプも、はい、とりあえずね、これで、設定したかなと思うんです。PDP タイプっていうのがちょっと出てこなかったんで、今回ね。じゃあ、これで保存。で、ここで今、楽天っていうの出たから、ちょっと楽天やってみます。あ、間違えた。で、これで APN になりましたんで、ま、APN で楽天押します。で、これで戻ります。はい、そしたら、通信事業者の自動選択になるかな、これ。なるかな？ならないかな？ならないね。あ、そうだった。あれ間違えたかもしれない。ちょっと待った。あ、わかった。ここが番号違うわ。L だ。あ、これか。あ、間違えてたわ。これで保存。あ、出てきた。ここでいいのか。手動選択で、でも手動選択でも出てきませんね。通信事業者が手動選択でも出てこない。あー、これはもしかして通信事業者が楽天じゃないとできないってことかな？そういうことなのかな？なので、選択にならないかもしれないですね。じゃあ、ということは、どうしようかな。一旦、これは楽天モバイルのエリアに行かないと、これ、行けそうにないので、はい。じゃあ、一旦ね、これ切りますんでね。はい、じゃあ、また続きやっていきますんでね。今回は以上です。この動画、参考になりましたら、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ちょっとね、尻切れトンボっていうかね、中途半端になりましたけど、多分ね、通信事業者が、まあ、手動選択でもね、この、ならないっていうか、まあ、要は、楽天エリアに入ってないっていうことなんで、これ、ならないと思いますんでね、ちょっとそれやってみますね。はい。ということで、イケケンでした。では、また。